こんにちは、エランドショップのトゲピーとプリンです。今日はレコルトさんの新商品のレインドリップコーヒーメーカーのムーミンコラボをご紹介していきます。こちらが本体です。こちらがフィルターホルダーです。こちらがガラスポットです。こちらが計量スプーンです。こちらがガラスポットの蓋です。本体の後ろにウォータータンクがついています。中身を開封して早速組み立ててみました。デザインはどうですか？デザイン、ムーミンの柄がすごい可愛いです。ちなみにムーミンは本体の天面に描かれているのと、ガラスポットにムーミンママとムーミンパパのデザインが描かれています。今はちょっと透明で見えづらいんですが、コーヒーが入ると綺麗に見えるデザインとなっています。ちなみにこの商品はマシンドリップとハンドドリップの2ウェイになっています。結構マシンだけっていうものも多いんですけど、ハンドドリップもできると時間があるときにはゆっくりコーヒー入れるのを楽しめるんじゃないかなと思います。柄はもちろん可愛いんですけど、実用性的にはどうですか？はい、使い勝手の良さを追求していて、細かく計算された作りになっています。例えばこのフィルターホルダーは単体で外しておいても滴漏れがしないような設計になっていたり、ウォータータンクはこのように着脱式でお水が入れやすいようになっていたり、この本体以外はすべて丸洗いが OK なので、使用後のお手入れも簡単です。まずはじめにウォータータンクに飲みたい回数分のお水を入れていきます。蓋にフィルターホルダーを取り付けます。すでにセットしてあるので今回は組み立て済みです。この中にペーパーフィルターを入れていきます。今回は4杯分なので計量カップで4杯入れていきます。4杯入れ終わりましたので、このコーヒーの粉を入れたフィルターホルダーをこちらのガラスポットにセットしました。で、蓋をしたこのガラスポットを本体の保温プレートの上にセットしていきます。こちら本体の横に電源スイッチがあるので、コンセントを挿した後にスイッチをオンします。スイッチを押したら抽出が始まります。今スタートしました。そろそろ4杯分のコーヒーが抽出完了です。抽出が完了すると自動的に20分間の保温モードに切り替わります。20分間が経過すると電源が切れる仕様となっています。見えますかね、ムーミンのパパとムーミンママのイラストが綺麗に見えるようになりました。めっちゃいい匂いですね。コーヒーのいい匂いがしますね。抽出した後のガラスポットはとても熱くなっているので、やけどには気をつけてください。このフィルターホルダーを外します。入れていきたいと思います。コーヒーが出来上がりました。完成です。いただきます。うん、美味しいですね。めっちゃ美味しい。さっぱりしてますね、後味が、うん、すっきり。やっぱ保温効果があるので、あったかいまますごい飲めるのがいいポイントだなと思います。
飲みたい杯数分にお水を調整できるので、一人で飲みたいときは1杯とか、家族やお友達と飲みたいときは2から4杯とか調節できるの、うん、すごいいいですね。いいですね、飲みやすい。何杯分って結構あるけど、すごい前ぐらいにはもうできちゃいました。結構短いイメージ。結構短く、はい、割と早くできて、住んでるときもいいんじゃないかなって思います。で、マシンドリップもできますし、ハンドドリップもできるので、さっき言ったように忙しい朝とかはマシンドリップで、休日などゆっくり時間が取れるときは自分でハンドドリップでコーヒーを入れるのも楽しめますね。今回はレコルトさんのレインドリップコーヒーメーカームーミンコラボの商品をご紹介しました。また話題性のある商品や新商品など紹介予定です。よろしければチャンネル登録もお願いします。エランドショップのトゲピーとクリーンでした。ありがとうございます。